そうかね。これね、あんまりね、やったことないんですけども、で、持ってなかったですけどね、ただちょっとこれね、あれですよね、シミュレーションゲームってことで、で、僕、ファイアーエンブレムとか好きなんでね、まあ、意味が分かれば面白いかもしれないな、とも思ったんでね、はい。ちょっとやってみようかと思いますね。どんな感じか。ファミコンウォーズみたいなもんかな。あら、文字読めなかった。21世紀って書いてあったけど、もう今ね、僕らがいる時代21世紀ですけどね。あ、2089年は、えらい未来ですね。今から、今2020年ですからね。月に収容所があるというね、今感じで出てましたけど、実際にでも月に収容所みたいなのがあってね、地球人がいっぱい囚われてるって話はあるみたいですね、実際にね。うん、まあ、超無の世界によればね、そういう情報もね、あるようですんで。レボルト、ステージ1。これはユニットですね。自分とこのユニットかな、これ。Python。Python。Munx。これ名前でしょうね。キャラクの機器というか、ユニットの名前ってことでしょうね。兵隊っぽいね、こういうの、Munx っていうのは。これは戦車ですね。これあれかな、基地かな。これ敵でしょうね、緑は。Munx、Python。あ、これもうファイアーエンブレムみたいなもんですね。こういうことですね。あ、そうか。これ一つのユニットに対して何人もいるというか、いるんですね。その敵が固まって中にいるってことですね。これ一機ずつってことじゃなくて、この中に複数含まれてるっていうことですね、このゲームね。あ、もうこれ動かせないの？あ、いい、あ、できるか、できるね。はい、終了。あ、そうか。地形的に行けないのか、こっちには。そういうことか。人間は行けるんですね。あ、でもそんなに、あ、こっちには行けないんですね。まあ、いや、その、やることはファイアーエムブレムとやっぱ似てますね。
あ、来た。はい。こっち人の方が弱いんちゃうのか、戦車で。こっち側が戦車だったらね。うん、そうですよね。ほぼ全滅に近い状態ですね。ああ、間違えた。移動や、移動。あ、そうか。これ戦車が止まってるから通れないんですね、道が。だからこんだけしか動けないのか。この道沿いにしか歩けないんでしょうね、おそらく。はい。ああ、ファミコンウォーズに近いですね、やっぱりね。ゲーム的には。あ、こっちの方がやられてる。ああ、全滅した。じゃあ攻撃や攻撃、間違えた。はい、倒しましたね。あと3機残ってますね。これ絶対人だったら負けるもんな、相手戦車の場合はね。こっち戦車2機いますもんね、まだね。ああ、来ましたね。人対人。あんまり変わらんな。やっぱね、人同士やからあんまり威力ないね。こっちにね、攻撃した方がいいと思うんですよね。
はい。はい、これで終了かな。はい、倒しましたね。あ、音楽変わりました。有利になったってことですよね。これ、こっち、じゃあ攻撃。ああ、しまった。待機してもらった。間違えて。全滅しましたね。はい、あとは あれだけね、ここだけですね。あー、惜しいな、届かないね。これでも倒せるんじゃないですかね。あ、まだか。まあ、いける。はい、これでもう全滅ですね。はい、敵部隊は完全に壊滅した。この方面は我々の勢力図が剣となったか。ターン数7。まあ一番最初の面ですからね、やっぱ優しいとは思うんですけど。イカルスオペレーションマップ、これあれなんでしょうね、月なんでしょうね。地球じゃなくて月で戦ってるってことなんですかね。1,2,3,4,5,6 こっちの方が多いですね。あのあれが軍隊の数がこっち側の方が2機ぐらい多いかなって感じですね。これってこれ自分のところに帰ったら何どうなるのかな。これあ、待機するだけか。なんかあるのかな、回復しに行くとかそういうことができるのかなと思ったんですけどね。まあちょっといきなり突っ込むのもあれやから、ちょっと待機してみるか。とりあえずましたね。まあそうね、戦車退出だったらだいぶやられますよね。
ぱい突っ込んできますね、敵は。これ、こちらのユニットがここの相手の基地に占領したら、それで一発で倒せるかとか、そういうことあるんですかね。一発で勝ちみたいな。占領すればね。どうなんでしょうね。ちょっとそこはよくわからないんですけど。多分それを防ぐためにこいつらがね、こうやって来てるんだと思うんですけどね。もう戦うしかないね。これヒットポイントとかがないからね、ファイアーエンブレムと違って、ちょっとそこがね、どういう感じなのか、もっと分かりづらいとこありますね。うん。だいぶ倒せましたね、今。倒した。はい、この人はちょっとね、戦士さんには勝てないと思うんで、ちょっと後ろに下がっておきましょう。あんまり倒せてないね。うん、人が戦車に挑んでくること自体が無謀だと思うんですけどね。相手の奇数がどれだけ残ってるかっていうのは見れないんですね、これ。まあいいや、どっちでも。あ、やられてるな、こっちの方が。うん、多めに倒せました。こっち倒すか。全滅させましょう。はい。二人残ってるね、まだ。もうあんまり移動できないんですね。まあ、ここ行けるね。はい。こっち先進めないならちょっと戻った方がいいか。で、後ろの人たちはちょっとまあまあ待機してもらうしかないかなと思いますね。ああ、こっちのが少ないな。
人が戦車に挑んでくるのは無謀ですな。はいはい。あ、もうこっちの勝ちですよ。はい、まあ一人残ったけど。はい。まあここもまだ序盤のステージってだけで、やっぱりね、そこまで難易度高くない感じはしますね。もう全滅させてしまおうか。まあ人にやってもらうっていうのもありやな。移動。あ、でも届かないか。届かないな。まあ戦車は戦車上手で戦う方が効率いいですからね。はい。ではファミコンウォーズですね、これね。僕、まあファミコンウォーズもあんまりやったことがないんですけどね。そういう感じですよ。ファミコンウォーズにかなり近いゲームかなと思いますね。ああ、やられた。あれ、全滅しちゃったね、移動。はい。もういけます。これはいけるでしょう。はい。はい。あと一人しかいないです、相手は。うん。お、倒した。一気に倒した。はい。いや、でもこれはすごい大人のゲームですね。子供がやるような感じじゃないですよね。はい、終わり。ファイアエムブレムよりも大人って感じしますね、このゲーム。はい。あ、向こう行けないんや。こっちからこう行くしかないね。あ、8人もいるんや。あ、もう何もしてこないの。降参してるようなもんやね。これ占領者はどうなんの、これ。あ、待機するだけなんや。あんまり意味ないのかな。とにかくこれ敵倒すだけのゲームなんですね、おそらくね。あ、こっち行けないのか。なんかこう基地に占領することによってなんか回復するとかなんかもらえるとかなんかそういうのはないんですね、このゲームは。
はい。何もしてこないね。完全に降参してる感じがしますね。あ、行けないの？こっち行けないの？戦車。人しか行けないんや。じゃあ、こいつらは、人で攻撃しないかんのか。まあでもね、ファイアエムブレムは、キャラクター同士の、なんていうのかな、個性を見ながら戦いを楽しめるんですけど、このゲームはね、完全に、ユニット、まあ戦車とか人のユニットで戦うって感じで、まあキャラクター性があんまりないとこありますね。それは感じますね。戦車入っていけないのがちょっとあれですね。これ結構気長に戦う感じになりますね、これ。人間対人間だったら。こいつがもうちょっとこの下まで降りてきてくれればいいんですけどね。そうしたら戦車も戦えるんですけど。これこ、あ、そうか。こっちからこう行けばいいのかな。こっちから近づいていけばいいってことかな。徐々に。こうやっていけばいいよね。あ、もう何もしてこないの？もう諦めてますな、向こうは完全に。まあ、こうすればいいね。戦車も攻撃できますね。うわ、一気に。やっぱね、さすが強いですね。まあ、一面より時間かかりましたけど、クリアしましたね。8ターンか。1ターン多くかかったんですね。サイラノ？シラノかな？どっちかわからんけど。はい。あれ？これ敵の方が少ないやん。1、2、4体、4機しかいない。4機とか4部隊しかいないやん。こっち、1、2、3、4、5部隊ある ?1、2、3、4、5、6部隊いる。こっちの方がなんか弱そうですけどね。2面よりね。まあ、もしかしたらこれ一機一機の部隊が強いってこともあり得ますけどね。もしかしたら戦闘力的に。ああ。まあでもシンプルですね、このゲームね。ファイアエムブレムよりもシンプルですね。子供の時ね、全然ね、意味がわからなくてね、ほとんどやらなかったんですけどね。やってみると、まあ、それなりに面白いもんですね。ファミコンウォーズみたいなもんですもんね。もうファミコンウォーズも全くやったことがないんです。持ってないですし、一度もやったことないんですけどね。ゲーム性的にはファミコンウォーズにかなり近いかなっていう気がしますね。大人になってからやってみると面白さがわかりますね。子供の時は全然わからなかったんですけどね。こっちの方が簡単なんちゃうの？3面の方がこれ。
全然簡単ですね。ここの二人はもうね、使わずにもう戦車だけでいけそうですね、この面は。はい。あ、そうか、この面ってあれか、増援部隊がいるんやね。あ、今なんか一人戻ったで。そうか、増援部隊っていうかね、部隊を作り出せるんですね。それがあるからあれなんか、これ、部隊を作り出せるってことですね。だから増えていくんですね。しかもこれ違う、いつもと違う戦車や、これ。ちょっと、強力なやつかもしれないですね、これね。囲まれてんな、これ。ちょっと移動したから、移動した方がいいんですね。向こう一機しかいないですからね。ああ、こっちの方がやられてますね。対応もね。これこっちがここ行ったらどうなるのかな、これ。占領できないのかな、ここね。やっぱ攻撃してくるか。あー、これ強そうですね、これ。しかも遠くから強力攻撃ができるんですね、あの戦車は。爆弾を落とせるというか。うお、バズーカみたいなの持ってる。人でも強力なんですね。うわー、やられた。なるほど。そういう意味で前の面よりもずくなってんのか。味方の工場ではありません。占領できないんや。そうか、じゃあ戻るしかないな。なるほど、バズーカ持ってるから強いんやね、これね。そういうことか。だから戦車と同じぐらいの戦力持ってると思っていいぐらいですね、こいつらは。まあでも倒せ、まあまあね、倒せそうな感じはするんですけど。しかも工場だから次々生み出されるもんね、向こう側もね。じゃあこっちも出撃するか。こっち工場がないもんね。増援部隊出してくるのはちょっとね。
あ、来た。5対8。うわ、やばいっすね。追い詰められてますね。ああ、そうか、遠くから爆弾落ちてるもんね。厄介ですね。うわ、全滅させられた。あいつらから倒した方がいいのかな、爆弾落としてくるやつの方が。あ、逃げた。逃げたやつ倒そうか。もう2機しか、2機ぐらいしかいなかったもんね。倒しましたね。ちょっとこいつ倒、攻撃した方がいいですね。ちょっと厄介だから。でも8機もいるか。一機しか倒せないな。ちょっとやばいな、これ。今回は。やっぱ難しいんですね、こっちの面は。それなりに、ちょっと難しくなってるんですね。これ占領されるんちゃうの、後ろのやつ。こいつ、ここに来てるから。でも占領、でも、自分、僕は占領、敵の基地占領されたけど何も起きなかったから、関係ないか、それは。まあ一応防いでおきますか。6体もいるんか。うわ、やられた。この面はちょっと桁基地以外にむずいですね。2面と1面2面と比べたらこいつらが強すぎるやろ。うわ、潰された。うおお、お互い全滅してる。こっち戦車なくなりましたよ。じゃあこっち助けに行かなあかんな。あ、占領されたら終わりなんや。で、こっち側が敵に占領しても何も起きなかったのにね。そうなんやね。敵はこっち側を占領できる風になってるんやね。敵の方が有利じゃないですか、それじゃね。ゲームオーバーですね。はい。まあ、こんな感じですね。はい。じゃあ、このゲームは終わります。だいたいどういう感じかわかりました。これ2もありますからもんね。ね、ネクタレス2もありますからね。まあ、2も同じような感じだとは思うんですけどね。はい。あ、2ないか。2があったのはあれか、外国版の方か。